フォン・ゼンガー・ウント・エッター・リン・フリドリン、ルドルフ・テオドール・リッター・ウント・エドラー・フォン・ゼンガー・ウント・エッター・リンは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍総公兵大将。モンテカッシーノの戦いのドイツ側指揮官である。フォン・ゼンガー・ウント・エッター・リンとモンテカッシーノ修道院長グレゴリオ4世、オーバー・フランケン地方の貴族の家庭に、バルツフートで生まれる。 1910年10月に一年志願兵として、第5バーデン第76野戦砲兵連隊に入営する。その後フライブルク大学、オックスフォード大学で法学を学ぶ。第一次世界大戦が勃発すると、予備役将尉として軍に復帰し、元の連隊に属して、西部先生に従軍する。終戦直前の1918年6月に注意に、昇進。 終戦後は、バイマル共和国軍に採用され、第5騎兵連隊に配属された。ついで1921年に、第18騎兵連隊の参謀となり、1924年4月からは、中隊長となる。1924年5月に大員に昇進。連隊の教育部長を経て、1932年8月に、少佐に昇進。 1936年8月に終佐、1938年11月に第3期兵連隊長に任命された。1939年3月に大佐に昇進。同年9月に第二次世界大戦が勃発すると連隊を率いてポーランド進行に従軍。1940年2月第一期兵旅団長に転じる。 フランス進行作戦終了後の7月に、鳥の駐在のイタリア・フランス定戦委員会のドイツ代表に就任し、1942年7月まで、勤めた。その間の1941年9月に少々に、昇進。1942年10月、第17総合師団長に任命され、ロストフ防衛戦を指揮。1 9 4三年五月に中将に昇進し、 シチリア党司令官、ついで1943年8月にサルデーニャ党及びコルシカ党司令官に任命された。1943年10月にドイツ十字賞金賞を受賞。1943年10月に大法典総合軍団司令官代行に任命され、1944年1月に総合兵大将に昇進して同軍団司令官となった。 同軍団司令官として、モンテカッシーノの戦いを指揮。4月に白月付士鉄十字章を受章。1944年10月には、第14軍の指揮を代行した。1945年5月、ドイツの降伏に伴い新軍集団の一部として、北、イタリアでアメリカ軍に降伏し捕虜となった。1947年に釈放されてからは、 1950年に、ドイツ国防軍の元将軍らによる西ドイツの、再軍備に関するヒンメローと覚書に関わり、ドイツ連邦軍設立への道を開いた。フライブルクで死去した。息子フェルギナントも、同様に軍人となり、ドイツ国防軍騎兵隊員を経て、ドイツ連邦軍大将となり、北、大西洋条約機構中央軍司令官を務めた。ありがとうございます。